私は最上小国川の清流を守る会共同代表、そして鶴岡市議会議員の草島真一と申します。今日はあの急 な,、なあのお願いといいますか、急なあのお知らせのファックスを、早朝になって、皆様にお送りしてしまいまして、大変あのドタバタで、大変恐縮です。本日、国会参議院の場におきまして、立憲民主党川田隆平、参議院議員が、最上小国川の問題について、質疑をいたしました。ご覧になっている方もいらっしゃると思います。ですがあの私もちょっと復習の意味を込めまして、ちょっとこれからあの4分ちょっとですけれども、この案件に対してのついて の,、あの動画をお見せしたいと思います。工事が完了し、我が国初の歴史的な式典が開かれました。ダム湖に沈んでいた瀬や淵も姿を現し、ダムの直下にあった球磨川最大の鮎の産卵場も再生されました。他方、山形県の清流最上小国川では自県産の鮎を親とした種苗生産を担っている漁協組合員有志や環境団体の流れの強い反対を押し切って、新たな治水ダムの建設が強行されようとしています。でまず水産庁長官にお尋ねしますが、長官、この本、これ2月に出たばっかりの本ですけれども、清流に準じた漁協組合長というのをお読みになっておられますでしょうか。長谷長官、あのそのようなあの本が出たということは耳にしましたけど、まだあの読んでおりません。川田隆平君、これぜひ読んでいただきたいのですが、皆さんにもこの資料の3枚目をあのぜひご覧ください。このダム計画に体を張って反対してきた山形県の内水面漁業、とりわけ自県産の鮎を親とした種苗生産に最も貢献した沼沢勝義前漁業組合長を自死に追い込んだ山形県水産行政と、そして沼沢前組合長が清流に重視されたことについて、長官のご所見を伺います。長谷長官、平成26年頃小国川漁協の組合長をされていた沼沢組合長がですね、亡くなられたこと、またそのことにつき様々にあの報道がなされていることについては承知しております。あの魅力ある川作りに尽力されていた沼沢組合長が亡くなられたことは誠に残念であります。あの改めて、個人のご冥福をお祈りたいというふうに思います。川田隆平君、本当に残念でなりません。この小国川でもダムによらない治水が可能であって、まあ、その方が治水安全面でも環境面でも地域振興面でも得策であると、元京都大学防災研所長である今本博武氏、大熊隆新潟大学名誉教授などの多くの識者が主張しているところです。でこの問題はかねてより山形県議会でも取り上げております。よって元の資料の2枚目、内水面漁業の権利及び契約関係についての法令の経緯というのをご覧ください。今回のダム建設についてはまず漁業権の放棄と、そして漁業保障という法的問題があるわけですが、関連する1972年と1976年の水産庁漁政部調達通達は、現時点でも内水面漁業についても有効だと漁業法の第一人者である熊本和樹明治大学院大学教授は言っています。で関連する最高裁判決も表にある通りそれぞれあるわけですが、内水面の漁業権は漁業ではなく一人一人の組合員にあるではないかということについて、漁業の権利と契約関係に分けて整理し、法令の経緯と現時点での有効性について水産庁長官からご説明いただきたいと思います。長谷長官、あの委員からご紹介ありました、あの72年、76年の漁政部長通知の関連で申し上げます。あの一般論で申し上げることとなりますけれども、いわゆる漁業保障の一形態として個々の組合員に損害賠償請求権が発生する場合において、漁業協同組合が当該組合員に代わって当該損害賠償の請求並びに賠償金の受領及び配分の事務を行うには当該組合員の委任が必要であると考えております。一方、組合が有する漁業権の変更等に伴いまして組合自らが保証交渉の当事者となるときにおいても、組合の運営が円滑に実施されるためには漁業保証契約の締結及び保証金の配分にあたっては、漁業を営んでいる組合員が当該漁業権の変更等により影響を受ける場合には、組合は当該漁業権の変更等により影響を受けることになる組合員の同意を事前に取っておくことが望ましいと考えております。川田隆平君、
はい、つまりこの水産庁としては内水面漁業であっても常食に取り組む組合員一人一人の合意を十分に得る必要があるということでよろしいですね。長谷長官、先ほども答弁させていただきましたけれども、増殖に取り組む組合員というよりはですね、漁業を営んでいる組合員がその行為によって影響を受ける場合には、営んでいる組合員がですね、影響を受ける場合にはという前提でお話しさせていただきました。川田隆平君、時間が参りましたので続きはまた次回やらせていただきます。ありがとうございました。他にご発言もないようですから質疑は終局したものと。ありがとうございました。今日は4分少々、前段がちょっと長かったのでなんですが、大変重要なですね、質疑だったと思います。漁政部長、以前の漁政部長の発言から、これはまずは前段の、清流に準じた漁協組合長って、本はこれであります。で、相川俊秀さんという方がこの4年間現場に通われまして、実名全部出てます。最上町長の実名、それから、沼澤さんと、沼澤さんが実施されるその日にお会いになろうとしていた、元、戦略官、のお名前も、取材を拒否されたことも全部克明に書いてあります。で、私自身もどんな活動で、どんなふうに悩みながら活動が展開されていたのか、それから、運動がなぜ広がらなかったのか、私もこの250ページのこの本を見ながら、私たちに何が欠けていたのかという自制も含めてですね、よくぞ書いてくださったという感じがしております。で、この本がなかなか難しい本なので、コモンズという出版社から出ているんですが、日の目を見ないって言ったらいいか、なかなか山形県内でも、昨日も熊沢書店行ったら置いてなくてですね、そんな感じだったんですけど、すみません。でも大変重要なこの県政に関する本だと思います。で、でも丸善、東京の丸善に行きましたら平積みされてたんです。ですから私これに書かれてるのはまさに、ダムの問題もそうですし、原発の問題もそうですし、同様 の、 その日本病というそういう構造の、おかしさ、まさにそれによってお一人の本当に貴重な、沼澤さんというのはもう内水面漁業の柱のような方だったんですけども、その方が巻き込まれて自死するということに至った、そういうところが抱えている本であります。で、これを、川田議員がまともに取り上げていただいて、今回の質問をしていただきました。知事も吉村知事も これについてなかなか質問する方もいらっしゃらないかもしれないので、問いかけ、自体がされてないかもしれませんが、水産行政のトップである、水産庁長官が改めてこの沼澤さんの貢献、それから自死に至ってしまったことに対して、ご冥福をお祈りするという言葉を得られたのは、私たちにとっても本当に、嬉しいことであります。天国にいらっしゃるであろう沼澤さんも国会で取り上げていただいて大変嬉しく思っているのではないか、ご家族の方も含めてですね、そう思います。で、前半はまずこれが紹介されて本当に良かったっていうのが私の本音です。それと講談の部分ですけれども、
これ実は私2014年の12月の山形県議会予算特別委員会で私自身もこの漁業権の問題について、質疑をさせていただいております。まあ漁業権を盾にされて沼澤さん自身に追い込まれてしまったっていう事件ではあったんですけど、この漁業権というものがですね、漁業を営むお一人お一人に、あるものなのか、それとも組合にあるものなのか、そこの争点に対して、これまで議論をされてきた、それに対する今日の回答は大変歴史的な回答だと思います。基本的に長谷長官がおっしゃっておられたのは、同意がやっぱ必要だということでありました。もしかするとこのダムによって影響を被るかもしれない、その組合員の皆様の合意、それがきちっと取られていたのか、実際全然取られてないのが現状であります。取られてないから、漁協が一つの判断を下してから何とかしたいっていう組合員の有志の方が県に申し入れをしたり、実は下山さんという方がこの川が好きで、移り住んで、この漁業というか鮎釣りのガイドですとか種鮎を売ったりとか、そういうことだけで生計を立てていたりするんですけれども、その方もですね、絶対私の暮らしに影響あるんじゃないかということで県に申し入れなどをしております。しかしながら、漁協がその方々の合意を取ったという形跡はございません。県も指導した形跡もございません。私今日の長官の発言を耳にしまして、改めてこの小国川のダム事業の手続きがきちんとした手続きがなされないまま強行されているのではないかという確信を持ちました。多くのそれこそ生計を営んでいる漁業者の方々、そういう方々が本当不安を持っているっていうのが今現状じゃないでしょうか。そういう方々が下山さんたちは今でも反対をしています。絶対に影響が出るんだと、こんなダムができた川に釣り師なんか来なくなるんだと、なんか細かいことで言いますと、ダムが作られた川ではその砂がですね、こう多く降りてくるようになって、それがもう削ってしまうとか、いろんなことをですね、これまでも下山さん、ご自身も訴えてこられました。それから、この環境の要件については川鍋博也先生という鮎では60年取り組まれていらっしゃる先生が、これまでの、環境影響委員会ですか、もぐの小国川の環境評価委員会、そこに対して全然鮎自体の、影響に対して調査ができていないということを2014年の段階でもう表明されておりまして、そこの部分についても実はその県議会の質疑の中で問いかけをしております。で、県知事、これ無視したまま進めるんですかという問いかけに対して、無視はしませんということを当時おっしゃっていたんですが、今現状は無視されているという状況があります。川鍋先生以下4名の、大変優れた漁業生態学者の方々からの問いかけに対して全く答えることもなく、棚上げされたま、その文書を棚上げされたまま、その影響委員会が進んでいるという状況があります。まあ、今後また、参議院でこの川田議員がこの続きをやってくださると思いますけれども、今日のこの議員の質疑において、大変重要なまた歴史的な質疑が行われた。それはまさに漁業権の取り扱いで、漁業者個人の同意がなければやはり進められないというふう解釈だったのではないかと思います。望ましいという言葉がありました。しかし望ましい漁業
その同意を得ることが望ましいという発言、望ましいということを無視していいというのは曲解だと思います。水産業行政のトップの方が同意を取ることが望ましいと言ったならば、優秀な水産行政を営む山形県行政としては望ましいことをきちっとやるべきだと思います。今それが行われていない、この現状に対して私は改めて抗議を申し上げたいというふうに思います。大体以上です。ご質問ありましたらお願いいたします。すいません、どうされるおつもりでいますか？そうですね、実は裁判は続いております。昨年は水害の原因、あとは、水害の原因と温泉の影響、その2本についての、口頭弁論って何したっけ、それがありました。それが争点のありました。で、今年裁判で予定しているのは環境影響について、それと先ほど川田議員の発言の中にもありましたが、今本博武先生によるダム構造論について、この2点について裁判がございます。裁判の、口頭弁論といいますか、それがあります。なので県民の皆さんに知っていただきたいのは、この問題はまだまだ終わってないということです。今工事は進んでおります。しかし裁判係争中でございまして、私たちとしては止めてきちっと答えが出てから進めていただきたいと思っています。しかしながらこの国の制度がそれを許してしまう、そういう制度でもありまして、進んでしまってるんですが、多くの生態学者からは日本一クラスの清流がまさに実験台になっているというご指摘が多くございます。この、質疑についても川鍋先生も見守ってくださっておりまして、また叱るべき時にですね、コメントをいただきたいと思っております。あと漁業権については熊本和樹先生という権威がこの質疑を見守っております。もしよろしかったらご紹介しますので、コメントなどいただければと、いただいてご活用いただければと思います。すいません、どうぞ。今後の、はい、動きとして予定されているスケジュールとかそういったものってのはある、はい、そうですね、具体的には4月にそういった弁論関係の打ち合わせをしまして、7月8月にその裁判の争点となる、その2つの口頭弁論じゃなくて何でしたっけ、はい、その弁、賛成派、反対派が双方の、尋問ってありますか、それがあります。それが一つの動きでありまして、あとは私たちにとって最大の敵は無関心です。これだけ重要な問題、私県政の環境問題としてこれだけ重要な重大な問題はないと思います。私たちはこれ昨年の11月、パタゴニアっていうアウトドアメーカーに、ご協賛をいただいて、このダムによらない治水は可能だ、この本をみんなで出版しました。私も執筆させていただいておりますし、この運動に関わった皆さん、多くの方が関わって、渋浜さんも書いていただきました、靴田さん、佐久間さん、いろんな方々が関わってこれまでの経緯をまとめて、ようやくブックレットにすることができました。これも本屋さんに並んでおります。図書館にも並んでるところもあります。ぜひご一読いただいて、この問題がどういう問題なのか、ぜひ県民の多くの皆さんに知っていただきたいと思います。この全国1クラスの清流、年間3万人の鮎釣りの方々が訪れるこの清流は、初めて自然資本の計算が行われました。年間22億円の経済効果を生み出す、そうした
重要な自然資本を持っているところだ。これは近畿大学の有地先生という研究者が、現地のアンケート調査だとか現地調査をもとに、試算していただいた数字です。これがダムで、環境が破壊され悪化するとですね、年間10億円ずつの損失になるという試算をしていただきました。それが今現実のものになろうとしているんじゃないかという懸念さえあります。ぜひ小国川、行ったことがない方ぜひ訪れていただきたいし、そのアユの味をですね、味わっていただきたいと思います。そしてその貴重なアユの味、実はこの山形の老舗の料亭でも小国川のアユしか置かないという料亭があります。その味、まさにこれ岐阜県ではその長良川産のアユが、世界無形文化遺産だからなんとか文化遺産になってます。ユネスコの認めるですね、それに申請して認定されております。やっぱアユは世界遺産と言われるこの日本食の夏の、風物詩ですし、山形県の観光にとっても大変重要な資源だと思います。そのアユが一番おいしい、それも一番おいしいアユが失われるかもしれないというこの問題ですので、ぜひ、この2冊ぜひお読みいただいて、これは現地のいろんなことが載ってますし、これはまさに実名入りで最上の周辺がどんなことになってんのか、政治的な課題も含めてですね、書いてあります。ぜひお読みいただいて、この問題関心を持っていただくという方が一人でも多く増えたらいいと思っておりますし、関心を持っていただくだけではなくて動いていただける方が一人でも多くなるように、私たちもまだまだ反省すべき点は大変いっぱいありますけれども、どうやったら伝えることができるのか、そういう課題を念頭に置きまして活動を展開していきたいと思います。すみません、長くなりました。失礼しました。佐島さん、この立憲の川田さんとは何かお知り合いなんですか？20年来のお付き合いがありまして、はい、ガスさんでお祭りがある時なんかもいらしていただいて、エイズの問題なんかを、薬害エイズの問題なんかを語っていただいたりしました。川田議員 のお母さんの悦子さんの応援なんかも僕しに行ったところからいろいろお付き合いありまして、一緒にオーストラリアのグローバルグリーンズっていう大会に一緒に参加したりとか、そんなこともやっておりまして、先日もちょっと先日っていうか実はこの質問の前に、先週お会いしていろいろ打ち合わせをしてきたと思います。すいません。別に僕立憲民主党では、ないんで、なんですが、党の枠は超えるけれども、こういった同様の問題に向かっているという仲間ということ で、おっしゃる通りです、はい、市民運動の仲間ですということで、今回は、当然そういった情報を挙げられたというそうです。でもっと久々にお会いしたときに、実はこの問題大変な問題なんだっていう話から始まって、いよいよ私農林水産委員会なんだよっていうことになって、っていうことでですね、お話したらじゃあやりましょうってことを即断していただいて、本当ありがたい限りなんですけど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。いつでもメールとかいただければ、先生方ご紹介できますので、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。